アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和5年11月4日、場所は九州春日公園球技場にて、2023九州学生アメリカンフットボール選手権最終節となります。その一戦、九州大学パルーカス対福岡教育大学ライオンズとの一戦がまもなく行われます。試合開始は1試合目の試合の都合上当初と変更かかりまして14時キックオフとなっております。配信もそれに合わせて遅れております。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。すでに両チームその試合前のオープニング、ウォームアップを終えまして、これより試合に控えての整列をしております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っておりますのがチームカラーブルーをまとっております九州大学パルーカス。チーム名パルーカス、これはヘゴ選手という自虐的な意味ではありますが、同時に自分たちがなかなかそういった人材を集められない厳しい旧帝大という環境にあり、自分たちが劣っていることを自虐的に、そしてそれをバネにするためにそのようなチーム名にしたというふうに語られております。それをまさに体現するかのように今シーズン見事に九州制覇を果たしまして、全勝でこの最終節を迎えております。これより控えております甲子園ボールトーナメントに向けての一戦という形で、その踏み台となる形の全勝というステータスを手に入れんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側に陣取りますのが、本日はアウェーのホワイトのユニフォームをまとっております九州、福岡教育大学ライオンズです。こちらも、単価大学として非常に厳しい状況ながら常に一部リーグにありまして、強豪勢ひしめく中奮闘をしております。その中にはお隣福岡サンズの増田選手を輩出するスーパープレイヤーも出てくる、そういった経歴もある大学です。今シーズンは残念ながら九州制覇には至りませんでしたが、この一戦でその意地を見せんとする一戦に挑みます。両チームサイドラインに整列しまして、まもなく試合開始の時を迎えております。しばらくお待ちください。審判団がフィールド中央に向かおうとしております。両チーム首脳陣を招き入れました。これより試合開始前のコイントスに入ります。令和5年11月4日、場所は九州春日公園球技場にて、2023九州学生アメリカンフットボール選手権最終節の一戦、九州大学パルーカス対福岡教育大学ライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始は当初の予定変更になりまして14時キックオフの予定となっています。
これより試合開始前のコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがブルーのユニフォームをまとっております九州大学パルカス、奥側に陣取りホワイトのユニフォームをまとっていますのが福岡教育大学ライオンズです。福岡教育大学キックオフ、九州大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式形式で行われます。チームサイドラインで檄を飛ばしまして、これより試合開始となります。まず試合は福岡教育大学のキックオフで始まる形になります。キックオフを務めますのは福岡教育大学9番のプレイヤー堀、松坂高校出身の2回生です。対します九州大学はこれをリターンに入ります。リターナーとして36番と27番が配置しております。27番は亀井、福岡高校出身3回生、36番は小林、岡崎高校出身の2回生です。九州大学リターンに入った左に展開して中央切れ込みまして、リターナー36番、自陣34ヤード地点の攻撃位置を確保しました。ここから九州大学の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エリアであるエンドゾーンを目指します。まずは九州大学の攻撃、ボールオン自陣34ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。ナイスフォースター、まず最初はランニングバックに託したランプレーでした。これに応えましてランニングバック27番、左に大きく展開し攻撃権更新です。九州大学フォースター、見事なランを披露しましたのは27番の亀井、福岡高校出身の3回生です。
さあ1回で攻撃を更新し、再び1回目の攻撃にしました。ボールオンは進みまして、相手陣40ヤードからの攻撃になります。九州大学ファーストダウン10、1回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤードです。パス成功。ここでオフェンスチーム最初の開始点から後方から一度だけできる前パスを敢行しました。このパスを取りましたワイドレシーバー3番、左にカットバック切って約6ヤードのゲインとしています。まず最初のパスをキャッチしたのは3番の山形でした。灘高校出身の2回生。九州大学2回目の攻撃に入ります。相手陣34ヤードからセカンドダウン4、攻撃権更新、必要距離は4ヤードです。ナイスラン、ファーストラン、今度はランプレーを投入しました。何学4番にハンドオフしまして、4番中央突破し攻撃権更新です。九州大学ファーストラン、今度はランニング枠4番森下のランでした。豊中高校出身の4回生。さあこれにより相手陣24ヤードに入りまして、九州大学ファーストダウン10、着実に攻撃を前進しております。このパスワーク成功。クォーターバック18番下がりまして、エンドゾーンを目指さんとするパスでしたが、これはレシーバーとのコミュニケーションが合っておりませんでした。パス不成功となります。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻されます。攻撃は次の回数に変わります。従いまして九州大学、相手陣24ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に変わります。プレーです。中央突破をランニングバック31番に託しました。しかしこれは、福岡教育大学も踏ん張りまして、サードランに持ち込んでいます。ランニングバック31番は長友、延岡高校出身の2回生です。九州大学サードダウン4。さあ3回目の攻撃ですが、この4ヤード突破なるでしょうか。九州大学ファースター、この4ヤードをランニング枠27番に託しました。27番見事に期待に応えて攻撃権更新です。九州大学ファースター、見事なランを披露したのは27番の亀井でした。福岡高校出身3回生。これにより相手陣9ヤードに入りました九州大学。ここより4回の攻撃で9ヤード突破を図ります。九州大学ファーストダウン2ゴー。まずランプレーを投入しました。ランニングバック4番ハンドオフから中央オフェンスラインの中に飛び込みまして、約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。残り距離5ヤードに変わりました。九州大学セカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。パス成功、ナイスパスカット。ここでパスプレーによりタッチダウンを狙いました。しかしこれを福岡教育大学29番見事なカバーでパスカットし、パス不成功に変えています。素晴らしいパスカットを披露したのは福岡教育大学29番の寺田、筑前高校出身の1回生です。九州大学サードダウン2ゴール、残り5ヤードです。さあこの5ヤードの攻防を注目しましょう。
タッチダウン。ここでプレーとして選んだのはオプションプレー。クォーターバックオスカーランニングバックに託すかの選択プレーですが、ランニングバックに投げ渡しピッチしました。受け取った31番右オープンをつきまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。九州大学31番、長友のランでタッチダウンし先制としました。6点獲得です。このキック決まりまして1点追加、九州大学7点、福岡教育大学0点。まず九州大学がタッチオンで先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点入ります。これ以外のパターンですと、自分たちのエンドゾーンに倒されてしまって自殺点となるセーフティーです。この場合は2点になります。アメリカンフットボールは結果的にワンプレーで入る得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算によって試合は構成され、引き分けが起こりにくい決着方式となっています。そして試合は先ほど得点を挙げました九州大学のキックオフで再開する形になります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側がキックオフし試合を再開します。必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になります。さあ、そのキックオフをしますのは九州大学の11番のプレーヤー小玉です。岩田南高校出身の2回生が務めます。これを返さんとするのは、福岡教育大学7番と1番が配置しています。1番は古川、霞ヶ丘高校出身の4回生です。そのリターンに入りました福岡教育大学。さあ左にまくった、相手プレッシャーある中、リターナー左に展開しまして自陣25ヤード付近からの攻撃を得ます。ここから福岡教育大学の攻撃に変わります。さあ、先制を許す形になりました福岡教育大学ですが、この反撃のシリーズ実らせることができるでしょうか。ボールは自陣24ヤードの位置にセットされました。福岡教育大学自陣24ヤードからファーストアウト。まずランプレーから入りました。クイックを入れましてランニングバック9番にボールを持たせ、右オフタックルへのランプレー。しかし九州大学このカバーはよく、ゲインはほとんどありません。セカンドダウンに変わります。キャリア9番は堀でした。松坂高校出身の2回生。ここでイエローフラッグが投入されています。審判団から黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。しかしこの反則は取りませんでした。したがいましてプレーが成立しましてセカンドダウンに進みます。福岡教育大学セカンドダウンテ、ここでトラブルが発生しました。ラインのセンターから投げ出されたクォーターバックへのスナップが見られまして大きく後退。なんとか自分たちで抑えておりますが、結果的にここでプレー終了となりまして大きく後退しております。福岡教育大学サーダウン19の状況突破なるでしょうか。
パス成功。ここで左に展開しておりましたワイオレシーバー、4番でしょうか、こちらの方にパスを通しましたが、トースや稲谷九州大学タックルしまして、このプレーを阻止しております。結果的にフォースダウンに変わります。しかしタックルを受けながら見事なキャッチをしましたのは福岡教育大学1番の古川でした。霞ヶ丘高校出身の4回生です。フォースダウン13ですが、プレー続行します。いえ、フェイクでした。これは非常に頭脳的な作戦を取りました。フォースダウン最後の攻撃権をここでパントではなくプレーをすると見せかけ、その状態からパントをするクイックパントを選択しました。リターナーを配置できない状況でしたので、結果的にはボールがハーフウェイまで帰った形で攻守交代となります。しかし攻撃権変わりまして九州大学の攻撃に変わります。ここでホイッスルが鳴っています。現在チェーンにトラブルが発生しましたので、レフェリーのタイムアウトが取られています。試合再開です。九州大学相手陣49ヤードからファーストアンテン、成功。ここで一気にロングパスを投じました。クォーターバック18番下がりまして、ワイドレシーバー3番へのロングパス、しかしこれは福岡教育大学もカバーしておりまして、パス不成功に変わりました。九州大学ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。九州大学セカンドダウン点、成功。クォーターバック18番左に展開したワイドレシーバー34番にヒッチパス、真横に近い前パスからキャッチアンドランを図らせましたが、これは福岡教育大学0番が対応しまして、ゲインはほとんどない状態でサードランに変わります。見事対応しました福岡教育大学0番は田口、金谷高校出身の4回生。九州大学サードダウン点、ディフェンス前に上がります。パス不成功。クォーターバック18番パスを投じようと下がりましたが、これを見計らって福岡教育大学猛ラッシュをかけました。プレッシャーある中、これをなんとかパスを投げ捨ててプレー終了という形に変えております。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。九州大学フォースダウン点、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキック力で陣地挽回を図ります。このパントは福岡教育大学陣20ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。福岡教育大学このシリーズはパントという形でしのぐ形に成功しました。さあ今度は福岡教育大学の攻撃に変わります。ボールオン自陣20ヤードから福岡教育大学ファーストダウン点、
さあまず手前側にいたブロッカータイプの選手にボールを持たせました。中央突破を図るダイブプレーでしたが、このランプレーは九州大学阻止しまして、ノーゲインとなって、ゲインは2ヤードほどにとどまっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。試合再開です。福岡教育大学セカンドダウン8、さあランプレーを投入しました。中央トップ図らんと何枠も落とせまして2周点突入させましたが、ゲインは約1ヤードから2ヤードにとどまっております。キャリア20番の近藤でした。豊浦高校出身の3回生です。福岡教育大学サーダウン7、さあ今度は左オープンをランプレーでつかせました。相手ディフェンスを外からまくろうという戦術ですが、しかしこれも九州大学阻止しましてフォースダウンに変わります。キャリアは5番の浦浜でした。大分舞鶴高校出身の4回生です。さあフォースダウンですが、同じくプレーのフォーメーションを取っている。しかしやはりクイックパントです。しかし今度はリターナーがいた。さあこれは見事なカバーでハーフウェイ付近で止めました。この位置で攻守交代となります。福岡教育大学このフォースダウンシチュエーションを非常に凝った戦術で対応している状況にしています。さあこれを九州大学は振り払うことができるでしょうか。ボールオン自陣48ヤードに設置されました。九州大学ファーストダウン10、中央へのランプレーですが、これは福岡教育大学ナイスディフェンス。密集点突破を4番に託しましたが、これを福岡教育大学69番見事対応し、ノーゲインに2ヤードのゲインにとどめています。69番は榎本、草加高校出身の2回生です。九州大学セカンドダウン8、ボールオンハーフウェイ。ナイスパスカット、パス不成功です。ここで九州大学はパスプレーに挑みましたが、このパスを福岡教育大学79番見事にパスカットし、パス不成功にしました。素晴らしいパスカット披露したのは79番の永田、倉敷、天井高校出身の2回生です。失礼しました、倉敷天城高校ですね。失礼いたしました。しかし先ほどのプレーで反則が発生しておりました。オフサイドがあった模様です。
ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッタイという形に変わります。従いまして5ヤード九州大進みましてセカンドダウン3の状況で試合再開です。福岡教育大学ナイスです。ここでしかし福岡教育大学ディフェンスで押し返しました。17番のランプレー展開するところを75番殺到しまして大きなロスを奪っています。素晴らしい対応したのは75番の井です。佐世保北高校出身2回生。九州大学サーダウンイレブンの状況を突破なるでしょうか。クォーターバック18番下がりましてターゲットを探しておりましたがその間に福岡教育大学ディフェンスライン殺到。パスを叩き落としパス失敗としフォースダウンに変えました。九州大学フォースダウンイレブンパントフォーメーションに変えます。このパントは福岡教育大学陣20ヤード付近でボールデッドしまして攻守交代と変わります。攻撃権変わりまして福岡教育大学の攻撃に変わります。ボールオンは福岡陣23ヤード陣にセットされました。最初に触れた位置となったようです。福岡教育大学自陣23ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーを投入しました。キャンディラップ20番右オフタックルをつきまして約2ヤードの原因です。キャリアは20番の近藤豊浦高校出身3回生。福岡教育大学セカンドダウン8。からロングパスを投じようとしましたがこれを見計らって九州大学21番が殺到しキュービーサークロスを奪いました。見事キュービーサークしましたが九州大学21番の山田千草高校出身の2回生です。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして九州大学7点、福岡教育大学0点、九州大学がワンタッチダウンを取った形で第1クォーター終了です。これより攻守方向を変えまして第2クォーターに移ります。